ただいまから視聴記者会見を始めます。会見時間は45分間、終了時刻は11時を予定しております。皆様のご協力をお願いいたします。本日は広島市からの発表案件が1件、市政記者クラブからの代表質問が2問ございます。はじめに発表案件から行います。発表案件はオーストラリア女子ホッケーチーム広島キャンプ2017開催決定についてでございます。それでは市長お願いいたします。はい、それではオーストラリア女子ホッケーチームの広島キャンプ2017開催決定についてご報告をいたします。この度2020年東京オリンピックに向けまして、事前合宿の誘致を働きかけておりました国の一つであるオーストラリアの女子ホッケーチームが、本年の8月に本市でキャンプを実施することになりました。さらにこのオーストラリアチームの広島キャンプ期間中に日本代表チームの桜ジャパンも合流してオーストラリアチームと練習あるいは練習試合を実施することも決定しています。何点かポイントを説明いたしますと、お手元の資料もあると思いますけれども、キャンプは本年8月の7日から21日までの15日間であります。朝北区の朝町のコカ・コーラレッドスパークスホッケースタジアムを練習の拠点として実施されます。キャンプの期間中は県市ホッケー協会そしてコカ・コーラレッドスパークスと協力して快適なキャンプの環境の提供に努めるとともに、さまざまな歓迎イベントや市民との交流イベントも企画したいというふうに考えています。交流イベントでは市民がキャンプ中の練習とか練習試合自由に見学できるようにいたしまして、原則として会場を無料開放するという予定でありますし、小中学生向けのホッケー教室など実施できるように調整もしているところであります。私自身も期間中にキャンプを訪問してオーストラリアチームと桜ジャパンの練習試合を観戦できればなというふうに考えているところであります。説明以上でありますけれども、今回のオーストラリアチームの合宿受け入れを契機といたしまして、東京オリンピック・パラリンピックに向けた応援の機運であるとか、市民のスポーツに対する関心を高めるということを行っていくとともに、トップアスリートの合宿を受けるノウハウの蓄積もできるのではないかというふうに思います。引き続き、来年以降も本市での合宿が行われるように対応していきたいというふうに考えています。また市民が世界のトップアスリート、これを身近に接する機会を持つこと、そしてスポーツの振興に役立つということとですね、さらには青少年の健全育成とか、地域の活性化とか、合宿を見に来る観光客も増えるというようなことも考えられます。そういう意味では、いわば一石三鳥の効果もあるんではないかなというふうに期待しておりますので、ぜひとも報道機関の皆様にもご協力をお願いしたいということです。ちなみにここに写真置いてあるからこれを見せろということになります。どうかよろしくお願いいたします。はい、以上です。それではただいま発表に関して質問がございましたらお受けいたします。質問される方は社名とお名前などからお願いいたします。質問ありませんでしょうか。中央放送の話です。今回の広島キャンプ、来月の開催決定ということなんですけれども、改めまして、今回は省庁、事前合宿についての省庁を目指しているチームが、このような形でキャンプを行うということの、市にとっての位置づけ、どのように捉えていらっしゃるのかということと、市長も先ほど、見学などに行くというふうにおっしゃっていらっしゃいましたけれども、どのような働きかけを市長からも直接行っていきたいか、伺いたいですか。位置づけといいますか、もともといろんな意味でですね、広島スポーツ王国広島を目指そうではないかというようなことを基調にしております。そういった中で本当に王国を築くためにはですね、やっぱりトップアスリートがこの地域から出ていくというふうなことが象徴的にはなるんですけれども、それ以前に裾野を広げる、つまり多くの市民がですね、いろんなスポーツに親しんで、そしてそういった環境の中から優れた選手が出てくるといういわゆる
自然発生的なですね、そういう地域になることが、まあ、望ましいわけでありますね。まあ、そういったことを、ごく自然に促すためにもですね、こういった機会を捉えて、世界一流のといいますかね、そういった選手が来てどんな展開をするんだろうとかね、どんな技を持ってるんだろうということを間近に見る中でですね、だとすれば小さい子たち、自分だってこんなできるんじゃないかとかですね、いうような思いを持って、そして観戦することでスポーツそのものの面白さとかですね、楽しさを実感するという中で、本当に心から自然にこういったものに親しむという環境ができるんですね。それでこういった取り組みをいろんな形でいろんな種類のスポーツに関してできればなと思っています。時あたほかも2022年のオリンピック、パラリンピックに絡めてですね、全国的にもこう展開してますからね、まあ、そんな中でも、まあ、手本となりますかね、まあ、そういった対応を我が広島でできればという取り組みの中で、まあ、こういったご縁ができたと思います。まあ、直接的なきっかけは今度の、コカ・コーラウエストレッドスパークスの監督がですね、オーストラリア人の監督だったということもあったんでしょう。まあ、そういった関係で比較的この誘致交渉うまくいったわけなんですけど、まあ、こういったご縁を機会に、先ほど言いましたように私もこういった試合などを見に行く中で一層関係者とのですね、親近感を深めてですね、まあ、これなら広島に行っていろんなことをやるとですね、自分たちも居心地いいしですね、いい練習ができると、環境も優れてるなということを実感していただくということで、向こうからですね、広島に行ってみたいなというふうな思いをしていただけるような対応をできればなというふうに思っています。次からの確認なんですけれども、事前合宿についてはまだ、これも当然そういう意味では事前合宿について、これを機会にですね、来年以降もね、働きかけていくことでよかったでしょうと、でオリンピックの事前合宿やってもらえませんかということをですね、申し込んでいこうかなというふうに思っています。その他ご質問ありませんでしょうか。どのようにというと着実に進んでますけど、各国の状況ちょっと言ってもらって、着実にやってるはずです。この件では他にご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、質問がないようですので、発表案件につきましては以上とさせていただきます。続きまして、記者クラブからの代表質問をお受けいたします。それでは幹事社の方、はい、記者クラブを代表して、まず展開質問をさせていただきます。はい、まず平和記念式典について、何点かお尋ねします。はい、ベップ大統領がトランプ大統領に代わりましたが、今年の平和記念式典のベップからの参列状況をお聞かせください。また、米国大使の出席に対する期待感をお聞かせください。はい、さらに、はい、平和記念式典の各国の出席状況ですけれども、89カ国ぐらいかな、今と申し上げるということでありましてですね、去年に続いて相当多くなるというような状況だと見込んでおりますが、そんな中で、米国政府の状況を見てまいりますと、まあ、平成22年以降に、式典に参列していただいてまして、22から24、25というケースの場合はジョン・ルース大使がですね、式典に参加されます。それから26、27、
これについてはキャロライン・ケネディ大使が、参加されるということがありまして、まあ、そして昨年は現職の大統領が、ワクチン訪問していた、まあ、そんな流れがある、まあ、そういった中なんですけれども、米国大使、ウィリアム・ハガティ氏ですか、上院で、しかも本会議で承認されたという情報は得ておるんですけれどもですね、着任の時期をまたちょっと、正確には知らされてなくてですね、今年も参加していただくことを期待しているところでありまして、要請はしております。そういう意味では引き続き、大使に来ていただいてですね、被爆者の思い、あるいは核兵器の非人道性についての理解をですね、深めていただく有効な機会にしてもらいたいなというふうに思っております。あと外国人向けの参列者の席の用意に関してでありますけれども、昨年と同じ数500席を用意しておりましたけれども、昨年はそれが埋まるまでは1ヶ月ぐらいの期間かかったんですけれども、今回は異例にというかですね、4日間で一気に席が埋まりましてですね、そういう意味では平和記念式典に対する諸外国の関心の高さがだいぶ違ってきてるんじゃないかなというふうな受け止めをしています。原因を少し考えてみますと、間違いなく昨年の5月に、オバマ大統領がこの地に来てですね、演説をされたというふうな事実があるということ、その中身も当然この平和記念式典に影響するような中身でありますし、もう一つは、7月7日にですね、制定されました核兵器禁止条約といったようなこともありましょう。ある意味では国際社会において現下の不透明な国際情勢の中でこういった問題がですねクローズアップされているといったようなことを背景にですね、広島への関心が高まっているんじゃないかなというふうに受け止めておりまして、そういった中での、平和記念式典の開催でありますから、この意義といいますかね、いうものを多くの方に受け止めていただいて、被爆の実相を知って、そして核兵器があるべきものではないということ、それにそれをなくしていくために、平和への思いを実現するためにどう取り組むかといったような思いをですね共有していただく機会になればなというふうに思っているところであります。はい、先ほどの平和記念式典の参加国の発表でいただきました確認の意味をもう一度申し上げます。82カ国と、欧州連合代表部でございます。確認の意味で申し上げました。それではただいまの、質問についてその他ご質問がありましたらそうですね、核保有国といえばですね、アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスとこうありましてね、それぞれ保有国の、大使館関係者、出席いただくようにお願いして出てきていただいて、ちょっと中国があるかな、出てないかな、それを除けばですね出てきていただいてましてですね、そういった中でとりわけ核兵器禁止条約の制定会議を通じての、保有国の、現在におけるスタンスというのはですね、多くの方々が、認識するところになったわけでありますけれども、私自身どの国の為政者であってもですね、それぞれの国の国民の安全保障のためにですね、戦争状態にならないことを願っているはずですし、
そして平和を希求するために各国のそれぞれの国内政策、外交政策を展開しているということは間違いないと信じているわけですね。そしてそうした中で理想としてですね、平和を確立するために核兵器がない世界をですね、理想としない方はいないと信じております。問題とはですね、現にそういった理想がある中で現実に核兵器を持っている国がですね、そうは言いながらも核兵器を持っていることが現実における平和を自分たちの、とりわけ自分たちの国民の安全を維持していると、あるいは自分たちと仲良くしている国のですね、安全を維持しているんだと信じていることですね。そのことについてですね、もう少し深く考察をしていただくということをですね、これからちゃんとやってもらいたいと。そうするならば、その核兵器に対するいわゆる依頼心といいますかね、抑止力、そういったものを頼るということがですね、どれくらいその無意味なものかということをですね、分かっていただけるじゃないかと。そのための第一歩としてですね、核兵器を使用したときにどういった惨状が出てくるか、単に一部の方々がですね、亡くなっていくということじゃなくて、多くの無垢の市民をですね、巻き込んでしまうし、今広島、長崎に落ちた当時の核兵器の威力から考えてみればですね、何千倍もの破壊力を持っている水ですからね、地球全体、ある意味で人類全体をですね、滅ぼしかねない、そういったものを使用することそのものができない状況になっているはずでありますからね、使えない兵器に依拠するということについての問題をですね、もっともっと深く考えていただく、そうすることで事態をもう少し核兵器のない世界、平和な世界に向かうということにしていきたいんですね。そういったきっかけを作る重要な機会でありますから、核兵器を持っている国の犠牲者の意思決定に重要な影響を持っている方々にぜひ来ていただいて、どれだけ多くの方々が、被爆者を含めて多くの方々が核のない世界を願っているかということをですね、実感していただく。そしてその、悲惨な、ね、状況を直接知っていただくということをやることで、この環境をですね、変えていく非常なきっかけになると思って、まあ、そういう意味では、とりわけ核兵器を持っている国々の代表者の方はぜひ来ていただくということを願っている。まあ、今申し上げた中で核兵器を持っている国のですね、核兵器のいわゆる分布度合いといいますかね、今1万5000発ぐらいあると言われてますけども、そのうちの9割をアメリカとロシアが持ってるんですよね。で、両方とも7000発以上の核弾頭を持ってるそうであります。そうすると世界中の1万5000発の核弾頭のうち1万4000発以上よく持ってるんですね。その持ってる国がですね、こういったことについて深く考察して考え方を変えていくというふうなメッセージがもし発信できればですよ、2桁3桁しか持ってない小さな国もですね、どうでしょう、考え方を改めるという動機づけになるんじゃないかと思いますね。まあ、そういう意味でアメリカ、ロシアはですね、現実の問題と言いながら理想に向けての一歩を踏み出してくれる契機になれば、とても影響力が大きい重要なことだというふうに思っています。この点については他にご質問ありますか。すいません。はい。2022年に来た当時はオバマ政権でドイツ大使を初めて派遣されたというか、うん、一方では現時点でトランプ大統領は核戦力の強化ということも言及をしています。そういった中でやはりなかなか来るのが難しいのではないかという、うん、個人的な思いもあるんですけれども、来られないことへの懸念というのは懸念というか客観的な状況分析とすればですね、今言われたような状況かも分かりませんね。ですけども、その
現状ということをしっかりと踏まえながら、広島ですねの思いというのはですね、戦後一貫して核兵器のない世界というものを目指すという立場なんですね。そうするとその現状を踏まえながら、しかし次への一歩を踏み出すための思い、かつその思いを実現するためにどう対処するかということを考えたときにはですね、今度の大統領というのはアメリカの国民の多くの意見の中で、ひょっとすれば前の大統領を選ばれたときとは違った、いわば意思決定プロセスをですね重視するという代表者を選んだという、まあ、民意が反映されているわけですから、その民意を反映すべく大統領が行動するという結果として今言われたようなことはあるやもしれませんけれども、ただ、まあ、選挙結果などを見てみてもですね、いろんな意味で意見は拮抗しているというふうにも受け止めるんですね。でそれは我々の立場として平和首長会議というものを持っておりますけれども、アメリカの各都市の中でもこの平和首長会議に加盟していただいて、熱心に核兵器のない世界を目指すということについての賛意を表明し取り組んでいただいている都市があるわけです。ですから米国というともさまざまな意見がある中で、そういった核兵器のない世界を目指すという意思を表明し、そしてそういった市民の意を受けてですね、活動している首長さん方もおられるわけですから、そういった方々の意見がアメリカの主流になるようにですね、なっていくことを願いながらですね、引き続き広島に来ていただいて、この思いが届くようにということを願い続けるといいますかね、やっていきたいというふうに思っているところです。思いというのは、また式典に出席していただくということでですね、まさに対立ではなく対話といいますかね、こういったものを直に見ていただくことでですね、改めて自分たちの思いにですね、反省をするチャンスもあるかもわかりませんよね。そういったことでこちらの願いとかですね、思いをしっかりと、把握していただく、理解していただくいい機会にすべきじゃないかなというふうに思いますけどね。8月の6日投稿日にするというこの案件に関しましては、昨年もですね、実は国と協議をやったということがございまして、その段階では、解決策がうまく出てこないというふうなことだったということを踏まえましてですね、措置をむしろ現場の方で何とかできないかということをやって、この8月6日を向けるという事態になっているわけでありますけれども、さりながらいろんなご意見も出てきておりますので、それを踏まえて本市の考え方をですね、改めて整理して国のですね、今まで言っている見解も踏まえながら対応策を練りたいというふうに思っているところでありまして、現在やっているのは教育委員会の中でまず、本市がですね、8月6日を休日にした歴史的な経緯とか趣旨、それをしっかり押さえてですね、文科省にも言えるようにするということをやっています。実際またこの8月6日、これまでも学校の全部がですね、休日にして皆さん生徒は出ているという状況ではなくて、多くのところがですね、校長先生の判断とか皆さんの、ご理解の得られるところでですね、
8月6日投稿というのことをやってきてたことがありましてね、そういった、経緯とか背景趣旨、これをまず踏まえると、まあ、その上で、関係法令の解釈なんですけども、まあ、その今までの文科省の、主張というか考え方をもおさらいしてみますとね、公立の義務教育小学校等の教職員の給与等に関する特別措置法というこのまま法律に基づいて、教員に対して休日に勤務を命ずることができるのは政令に定めている業務に従事する場合に限るという限定列挙だというふうな、解説が施されておりましてね、まあ、その時の政令で定める業務というのはですね、本当に臨時休生の仕事でですね、それをやらないと、いろんな意味で差し支えがあるというふうな業務に限定されるというのはどうも解釈のようなんですね。そしてまあ一過性でというようなことらしいんですね。そうすると平和学習というのはもし今回今までのことも踏まえてやるとすると多くのところが毎年定期的にやってるわけですからね、そういうのを本当にやむを得ない臨時休生のものと言えるかどうかというふうな解釈のところとですね、なかなか結論の一点が見出すのではなかったということで解決策がないということでこの事態に至ってますのでね、改めてこの点をですね、我が方の主張というか考え方を整理してできたらその解釈というのは本当に、我々の扱いが、できないという解釈なんでしょうかということをですね、もっぺんちゃんと協議するということも含めて、協議に臨みたいというふうに思ってですね、個別にはさまざまいろんな意見も聞いてるんですけども、それらをきちんと集約した上でしっかりと協議するということをやりたい。そして来年度の対応を考えるとさまざまな準備ありますから、まあ、去年の展開と一緒ですけども、少なくとも年内ですね、年内には一定の処理方向を出してですね、それに基づく各学校の対応なども決めていかなきゃいけませんのでね、そういうちょっと、後ろお尻を切りながらですね、国と協議するということをやらなきゃいけないかなというふうな状況にあります。理念的にはなくありません。またその先生方を市の職員にするということで、まあ、県からの権限委譲を受けて全職員の対応を、同等に扱うようにした中でですね、一般職員も含めて休日扱いしているのにですね、先生方だけ勤務日ですよと、勤務日としてその生徒さんを、ね、学校登校させるという処理がですね、本当にいいんだろうかという疑問があったりするんですね。どうしてもその措置するということをやるためにやむを得ないということでいろんな方の理解が進めばいいでしょうけどね、問題は先ほど言いましたように現行法の解釈としてそういったその例外的な休日はよっぽど例外的じゃないとですね、先生方そこで給与の支払い対象となる仕事をさせてはなりませんよというところを解除していただければですね、処理可能な問題じゃないかと。そして今までやってる現状をそのまま受け継げるわけですね。条例で処理しようとすると先ほど申しましたように8月6日に登校している学校、多くの学校はそうなんですけど、そうでない学校群もあったりする中でですね、改めてその学校がどういうふうな対応をするかということを全部問い直した上で、多分一律処理をするということを前提に条例を改正作業しなきゃいけませんのでね、そうするとそれ自体にまた
時間がかかるということになれば、この状態がずっと続いたりするということも懸念されるとはですね、そういう意味で条例制定といいますか、条例の手法を排除しないわけではありませんけれども、申し上げたように、まずは文科省との現行の法令解釈での可能性の可否をよく詰めた上で、同時進行でそういったことも余地がないかということもですね、考慮しながら作業するというふうなのが現時点における検討の方針というふうに受け止めてもらいたいと思います。その他の質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。市長の下です。市長ご自身は8月の6日を投稿日にすることを私自身は少なくとも今まで登校日扱いで運用してきている学校ありますね、その学校が今までと同じような扱いができるようにするということの方が望ましいと思っています。その他、新聞の松田と申します。土砂災害の追悼式、本年で、終了を検討しているということがあったりと思いますので、市長のお考えをお聞かせ願いますでしょうか。はい、追悼式に関しましては、もう3年にもなりますのでね、県市合同でやってきているこの運営の在り方について、もう少し関係する方々の意見を聞きながらですね、今後の扱いをどうしたらいいかなということをですね、実は内々考えてきているというのが実態であります。災害が発生した、1年目の27年の8月20日はですね、国際会議場で、市内の真ん中でというかですね、開催することをやりまして、そして2年目、昨年からはですね、被害の現場はそうは言っても浅北、浅南の方に、あるんだしということでですね、むしろ遺族とか被災者の心情に、寄り添った形でやれるんであればですね、地域バランスも考えて、開催場所をうまく調整しようじゃないかというふうなことがありましたので、浅南区で実はやったんですね。そして順番だということで、今年度は浅北というふうな、運用実態がありましてですね、そうした中で、地域ごとにやはり自分たちの被災の対応とかコミュニティを再生するためには、地域自身がもう少しいろんなところでそういった追悼式をですね、やった方がいいんじゃないかということが、いろんな形で顕在化しているという実態がありましてね、開催時間がかぶったりするんですね。そして小さなところでそれぞれ の地域の方がやったりするということになって、そちらに行っていろいろ追悼した方が思いが通ずるというような遺族のご意見があったりした中でですね、合同で大きく構えて、やると、市内中央でやるということはもうすでに一応なくなって、浅北、浅南でこうやるというふうにいたしましたので、このやり方でやるのがいいのか、それとも多くの方が主体的にやられているところをまた行政が寄り添う形で、そういう追悼行事にですね、それぞれがね、手分けして顔を出して共に祈りを捧げるというのがいいかというようなことを少し
丁寧に皆さんの意見を聞いて判断しようというふうなことを今やっているところでありましてね、今後のやり方についてどうした方がいいでしょうかねということをまさに地元の方、まあ、関係者の方に、意向を確認するということを今やっている最中というふうに受け止めています。まあ、今年の8月20日はそういう意味では今度朝北でやりますからね、来年の8月20日に向けて準備が主要な期間というものを見込んでですね、それまでに方向性を出さなきゃいけないと思ってますけどもね、まあ、1日2日を争うということではないと思いますが、まあ、年内とかね、年度内には皆さんのご意向受け止めてどういう体制にするかということを決めたいと思いますけどね、はい、いいですか、はい、この他の件で質問がありましたらお願いいたします。広島がその条約の価値観を共有して、でそれ条約を実現していく目標に向けて、広島がそうした動きを推進していく拠点となるような都市にしたいというふうにおっしゃっていらっしゃったんですけども、はい、でその具体的なそういうその、まあ、道筋というのを平和市長会議をこう、されて、大きな、枠組みとしてはですね、人もなんていうのは言ってますけども、いろんなことを考えてくれて打ち出したのは迎える平和というコンセプトで平和問題に取り組もうというふうにしているんですね。それはなんで迎えるという言葉を使ったかというと、その多くの方に広島に迎えて広島で平和について、考えていた、その考える論拠は被爆の実相をですね、自分で見てですね、そして確かにこういう事態はあっちゃいかんなと、じゃあ自分の日々の生活の中でそういう思いを生かしながらこれから送っていこうというふうな方を増やしていく、でしてその中にとりわけ為政者という政治決定できる方がおればですね、日々の政策決定の中でその思いを高めていただいて、核のない世界に通ずるような施策を講じていた。実際そうは言いながらも核を持っている国があり、その国を前提としてのさまざまな外交戦略ですね、軍事展開が起こってますから、ある日突然みんなで事態がですね急変するということは通常なかなか考えられない。しかしながら申し上げた目標を達成していくためには時間は要するかもしれないけども、そういった思いを持つ方をまず増やしていくということをしっかりやるということがいずれの時点下でですね、その目標に近づく、遠いかもしれないけど確実に進む、まあ、こういう思いだったんですね。そうした中でじゃあ具体的なツールをどうするかという点に関しては平和首長会議というのを持ってましたので、これはその国境を越えて、つまり都市というのが軍事力とかというものを
持つという機能を認めてない、世界的にもそうですよね。そういうその人々の集団であり、市民の安全とか平和とか、ね、安全安心を確保するというのはどの、地域に行っても国境を越えても都市の占めたりですか、まあ、その視点から共通基盤があるはずなので、この世界情勢の中でこの問題について同じようなスタンスを取っていただくというふうに、その加盟都市を増やす、そしてそこの都市の市民も同じように考えているよというふうにしていただくということをやってきて、とりわけ日本の場合は被爆者がいる、そして被爆都市がある国家でありますから、この日本の都市に関しては言ってますけども 100% ですね、この点については広島の思いを一にしていただくようなまず状況にした中でですね、そして被爆国として現在のパワーポリティクスの中でね、この思いを実現するための方法を考えていただきたい、こういう位置づけなんで、そして現政府も被爆国として核保有国と核を持っていない国の橋渡しはするんだというふうに言われてますので、その橋渡し役としての方向性に関しては現実問題いろんなことがあるというのは重々承知してますけどもね、核兵器のない世界に向けての対応するための方法を考えていただきたい、ここまでは一切問題ないと思います。ただ次のステージのところでですね、核兵器のない世界を目指すという中で我が国あるいは多くの核兵器を持っている国もですね、一律言えることはすでに NPT 体制核不拡散条約を締約しておりましてね、まずは持っている核を減らしていくこと、そしてこれ以上増やさないということをやるという義務を負っている、それを履行する中で着実にしようとこう言っておられる。ここからはちょっと違うんですね。そういう義務を持っているということを自覚しやらなきゃいかんと言っておるんであれば、核兵器を持っていない国が言っているようにそれをもっと目に見える形でね、どんどんやってもらいたいという状況なわけでありますけれども、それがうまく進んでなくて大変なんですよということを言っておられる。でそれを加速するためにということで今度核兵器禁止条約ができたという基本認識なんでありますね。ですからこの今の取り組みを加速させるための位置づけで我々お願いしてきたし、そういった条文になっているというふうに受け止めておるんですけども、一部のというか、まあ、そうでないというふうに判断される方もおったりしてですね、核兵器の持っている国持っていない国のいわゆる対立が深まっているという評価もまたされるという、こういう現実があるわけですね。私はそれは対立がなくてですね、核兵器のない世界に向けてのプロセスの中でね、進捗状況のですね、サインだと思うんですね。ですから核軍縮拡散ということをぐっと極めていけばですね、廃絶に向けての最終ステージといいますかね、それをより実効性あるものにするためには核兵器禁止という考え方がですね、当然通過すべき点ですね。その通過点を今回示して、国際社会が示したわけですから、それらを市民社会ですね、我々市民一人一人、国民一人一人がそのことをよく理解してそういった方向に向けていく世界情勢といいますかね、市民社会を作っていこうというふうにしていく、それがこれからの広島のミッション、使命じゃないかなというふうに思っているということであります。予定の時間が近づいております。次の質問を最後とさせていただきます。中国新聞、中国新聞の方です、先日で広島市議会の熊本市議が詐欺容疑で書類送検されました。熊本さんは市長が、まあ、立候補当時からですね、お支えた一番になったと思います。この事案そのものは、政務調査費のですね、適正な使用でないという問題かなというような受け止めをしておりましてですね、政務調査費そのものは市民の税金を、ね、原資として、使っているものですからね、市民の信頼を損なうような運用がされるべきではないというのは明白なことであります。そしてこの調査費の使い方については、
市議会の中でね、自主的な、使い方ということも重視するというふうな、ことを加味して、少なくとも今市議会では政務活動費の透明性を高めるということで、全領収書のホームページ公開といった取り組みをされておりましてね、さまざま議論される中で取り扱いを検討されているということだと思います。その取り扱いの現状の中で発生した事案でありますからですね、これについて の、 その司法当局のですね、判断がどうなるかということはしっかり状況を注視していきたいというふうに思ってまして、私自身現段階でのこれについてのコメントというのはですね、言える状況にはないんじゃないかなと思います。あと、まあ熊本市個人についての今言われた支障になった時からの支援というのはですね、まあ、市議会の中で、熊本市に限らずずっと一貫して私をですね、支援するということを言っていただいている市議会の議員は相当そろわれますからね、まあ、その点に関してはそういった姿勢を推進する上での協力、引き続きありがたく受け取っていきたいと思いますしね、これは熊本市以外の議員の方々に対しても同じ思いであります。しかしながら、その今申し上げた市民 の、 その信頼を、ね、損なうようなことをやるということについては、その支援していただくということとです、ね、別問題でありますよね、それはきちんとしていただくということが重要だという基本認識であります。ですけど、過去には政務調査費用についてですね、監査委員から不適切な事例が指摘されて、市長に返還を命じる、返還させるようにという、まあ、こともあったと思うんですけど、今回まだその市長としてその返還を求めるという事態にはまだ至ってないんじゃないかと、まあ、事実解明をしている状況で、そのまあ、多分事実は一つだと思うんですけどね、その評価について、そういった事実はないという主張と、いやその疑いがあるということでの、司法当局での、調査が進んでいるという状況だと思いますのでね、それをその結果を踏まえての今後の、対応かなというふうに思ってますけどね、はい、よろしいですか。はい、時間が参りましたので。